はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いやー、飯子さんが良かったね。そうですね。案外盛り上がってる。じゃあ盛り上がって、もうまだ盛り上がってるな。山田また動画本編見てもらえばちょっと分かると思うんですけど、結構、まあ第1回、ちょっと人数がな、やっぱ急遽やったのもあって、ちょっとあんまり人数集まらなかったんですけど、結構まあみんな、うちの社員も結構行って、職人も何人だ ?5 人ぐらいいた ?5 人、6人ぐらい。5、6人は来てます。ちょっと酔っ払って一応人間もおそそしたやつもおるけどね。おそそまでいかんけど、ちょっとお前、ね、ちょっと脱線しちゃった。脱線しちゃった。ちょっとどうになってんのかな、わかんない。でも普段から不思議な方なんで、ね、不思議だよな、まあ、おもろいけど見るの早いわ。会場自体はまあ5時から7時ということで2時間となっております。ぜひあの皆さん交流深めて、ビジネスに発展させていただければ嬉しく思います。本日はよろしくお願いします。乾杯。何ですか？自分で知ってますよね。うちも臨終やから。なんか心臓だよね。はい。あのでもあの面白いやつ、あれ酔っ払ったら何名前なかったっけ？なんか。これは何 L ステップか K ステップかかじめ。M パワー。M パワー。全然違う。ステップって。ステップって足がステップ。富山。一番遠い方です。間違ったか。バカ面白いですよね。あれ？会社の人が独立して、そこから仕事もらって。はい。もう無だと思ってください。イエス、本当にまた別に。どこでやりましょう。どういうこと。120。あ、全部全然ですよ。僕下の人は興味ない。もう一回、もう一回、もう一回お願いします。ズンバイで鼻ができます。ゴルフを。これ残ってるんです。残ってますよ。これ使わせていただいてもいいですか。すいませんけど、絶対使います。逆になんか盛り上げてもらっちゃったみたいな。盛り上げますけど。強烈しちゃうし。他に面白い人おった？結構みんな仕事もそこそこ。なんか今の車があるみたいな。立花。なんか面白かった。7人子供いて。自分も11人兄弟とか言ってましたね。自分自体がやばいじゃん。だからもう大家族みたいな感じで。少子化とご夫婦。はい、豊橋で足場屋をやってる豊橋神話サービスの立花と申します。あ、 YouTube やってるらしいね。はい、やってます。どんなやつやってますか？神話チャンネルって言いまして、うん、足場の施工風景や、うん、ちょっとした企画をやらせていただいてます。へえ、面白いな。やってる、うちみたいな、なんかドキツいやつやってない。そうですね。そんなにドキツいのやってないです。ぜひ皆さん見てください。ありがとうございます。ここカットされてるかもしれない。15、16で結構。へえ。15なんで僕子供も7人います。すごい。すっごい。YouTube いいですか？面白そう。いいですか？お家行ってみたやっていいですか？ねえ、よっぽどいいよな。あの、そうですね、すごいもう尊敬の。すごいいい旦那さんですね。もう全然信じるリーダー。なんかいい旦那さんすぎて。いい旦那さん。すみません。カメラ一回止めよう。あ、ちょっと私席外しますわ。外しますわ、席。こういういい話で2回登場カットする。カットです。すいません、全カットで。全カットで。今奥さん来てた人たち、向かいに。志向さん。志向さん。そう、渡辺さんって岐阜の方です。あの人も面白かったな。あの人も結構面白い。あの人は怒ってたよ、結構。俺、カウンターずっと喋ってたじゃん。あれっすけどとか言って、まあいいんすけどお願いします。あの、相川翔さんお願いします。相川翔さん岐阜で足場をやってます、株式会社志向の渡辺と言います。ご
食を育てなきゃいけないじゃないですか、足場食すごい時間かかるんですよ、うん、それが一番なんか辛いですよね。で、ちょっとしたらなんか社員同士で喧嘩したのかな、で、辞めてったりして。今日は誰が一番楽しみでした？社長でしょ。社長だってもう数分で失礼ですけど頭どうなってますよ見せてもらったっすよ。仕事きつい。やじ。だいぶ慣れました。こんな気持ちいい。でも、全然全然です。すごい。やばいやばい。めっちゃ喋ってくれると優しいっていうか。面倒見いい感じだもん、ね、でも最後可愛いなとか言ってなんか抱きつき合ってた一緒にいたりするってそう最後優しいんだよ本当に多分優しいんだと思うあんまり口数少ないじゃんだけど最初の方結構はいどうみたいな自分の牛ですかみたいなそんな感じだよ侍みたいな結構簡単に喋ってるやっぱ仕事も真剣に考えてるしこういう名刺交換まあ次回もね行きたいって言ってくれてちょっと自己紹介お願いしてもいいですか向山友さん恥ずかしいいきなり今一発目ちょっと嫌ですねめちゃめちゃ恥ずかしいですまあでも結構な規模で150ぐらい動いてるってました120はい相当な規模ですねまだまだこれからやっと思ってますどんなんでしょう社長のファンファンですよグリーンの下はハタチなんですか私処理した見えないですけど私も聞こうかな私も聞こうかな私カメラマンのミオですあのゴルフ場でえあ、たくさんそうです見てくださってありがとうございますそうですなんでどんな感じなのちょっといろいろ聞かせてもらっていいですかじゃあもう全然僕も、はい、約3分の1ぐらい今5人で今は16歳と入ってきて6人でしたけど、はい、16歳の子が1人で6人でしたでは、しましたね、まあ、あの4年前の最後の時は21歳でそうですお願いします YouTube 見てくれてるカメラマンミオですミオです面白いな結構いいなすごい人ばっかですマジここ知り合いましたからまさかのあれまさかのつながるめっちゃ近いっすよすごいお世話になるあ、マジじゃあね、ぜひぜひ聞いたんです、僕じゃあ俺もすみません、お伝えします。ありがとうございます。どう足場ですか？はい。ここぞ見えんわ、足場。マジか。めちゃめちゃイケメンじゃん。なんか青年実業家みたいな。言われますよね。ちょっと前って。あ、そうそうそう。それで告知先にちょっと言っておくと、今度5月22、6月19、7月17に東京、大阪、名古屋で日曜日全部、はい、あの飯交換会。でこれやっぱもう俺らもやっぱ主催する側としてやっぱ20社ぐらい集まらんと。あの来てくれた人にメリットが少ないもんなそうですね、うん、ただ遊びに来てるだけだったらいいけど、まあ、何日はどこでって言った方がいいんじゃない、まあ、それぐらいはちょっとあれ、まあ、これダダーンと出てるでしょ前にうちの社員はどうだでも結構喋ってたねいろんなとこ行ってたの想像してたよりはなんか喋ってましたね喋、うん、ってたらリージュなんで最初ちょっと手入れてなんかなかなか入れそうでしょうけど恥ずかしがらないな途中ちょっと喋ってたあいつ酒飲んどった見えなくて、やっぱり一人が独立したいですね。
アシスタント、名古屋をやってる人で、はいはいはい、どうやってもちろんそれまではやっぱり自分の仕事を受けてたのが戸建てばっかりで、戸建ての中でさ、分かんない地域を教えてくださいね、YouTube。 はい、教えてください。 YouTube やるんですか、マジで。本当やるなら、青田君ガシガシの応援します。1回10万回でお願いします。はい、皆さん、お疲れ様です。すいません、お話の途中にもうそろそろお時間の方が来まして、7時半までにちょっとこの会場を出なきゃいけないということで、次もちょっと参加できるよっていう方、期待をという方がいらっしゃいましたら、最後にちょっと皆さんでちょっと記念撮影だけ撮らさせていただければなと思いますので、カンタさんが入ってないです。はい、もう行きます。3、2、1、はい。うちの社員も、その芝浜もこういうの初めてじゃないですか。初めて、うん、みんな緊張はするわな、ね。ああ、そうですね。みんな経営者じゃん。あいつらまだ20そこそこ。そうですね。人間が、まあいい勉強になって。ですね。結構喋っとったんだ。喋ってましたね。まあ、本当にぜひ皆さん参加していただいて、まあ、本当にね、このさ、5月22、6月19、7月の17に東京、大阪、名古屋の順で1ヶ月1回ペースで、まあ芝浜の職人に限定してますけど、足場の会社さんに。あ、そうだ、だって LINE アット、今、公式アカウント、これ、今、これ、まだ今できてないんだけど、これ、公式アカウント出すもんで、これ、多分概要欄とか、ここら辺ピピって出てる、アカウントがね。で、塗り替え道場の公式 LINE っていうのはあるんですけど、交流会、その、まあ、足場含め、その、塗装屋さんも含め、いろんな交流会にして、そこで、まあ、何月何日ですよとか、まあ、今回はいけないけど、ちょっと登録しといて、まあ、毎日告知していくんで、建設業のネットワークみたいなのが作れたらなと思ってますんで、ぜひ公式 LINE の登録もしてほしいなと思います。まあ、その公式 LINE 新しく作る方は、うん、まあ、この交流会来ない人でも、うん、トビーとかやっの仕事をやっとる人とか登録してほしいですね。あ、この交流会に来なくても。あ、で興味ある人はまずね、うん。そうですね。社長じゃない人も来てたよな。来てますね。20歳の子が来てた。部長とか支店長とか。専務とかも来てます、来とってるな、うん、結構みんな結構真剣に喋っとったよな、じゃあ皆さんぜひ公式 LINE 登録して遊びに来てください。お願いします。お願いします。また見てや違ったこれまた見てやこれからお呼びに行くかって言ったけど、じゃあまた見てやほんならまた見てやほんならまた見てやじゃあなんかもうなんかまた見てねえなもう嫌だな恥ずかしいとか言い始めて、ほんならまた見てやって名古屋弁でいいんじゃないって言われてそのまた見てやもちょっと恥ずかしくないですか逆にってなるんですけどね結構でもまた見てね馴染んでません？そうなんですよね。また見てねってなんかもうファッと割れてお疲れ様でしたいやそんな冷める急に急にそんな冷めるってなまだねケンタラさぐらぐらしすぎ全然喋ってないじゃないですか経営者同士の僕には分かんない。何ですか？だから何でですか？じゃないですか？カメラ向きすぎる。ちょ、でも動画もらっていいですか？私、でも動画内暴力 OK です。でもここあるもん。あります。でもそれ前もなって社長と直しにしてちょっと直ったんですけど。これ今逆だから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 逆だ
僕も知らないです。親世代のモザイクありで。はい。モザイクありでお願いします。無理です。僕映ってないんで大丈夫です。いやもう暴走してる見んじゃねえよバカ触らないでください汚い偽社長やねん社長にいいぞだから見てこれよいっぱい使わせてもらいます四つん這いでゴルフとか拳壊したみたいなそれぐらいの限界だよちゃんと持ってきますこれ YouTube やばい知ってますねピースピースしてください一緒にもう一回お願いしますピースになったらもう高い子にもう一回お願いします一緒に一緒にお願いしますよせーのやばいっすからね、ついにやばいよね